Mais yo tout le monde, c'est Maya. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ghost of Tsushima, épisode 53. Sur ce, bon visionnage! Koi. Ikani shite teki o mitsukeru no desu. Onore o tomoe to omoe. ヒヨシの人の出入りを掌握するのであれば、どこに兵を置く？村の入り口を兵で固めてはいかがでしょう。もはや街道に人はおらぬぞ。兵を置くだけ無駄だろう。 宿の橋を見張る者がいるでしょう。いかにも。村の南の道は上り坂。弓を射るには最適かと。筋がいいではないか。見込みがあるな。では参るぞ。 巴さず教えた。長尾家を去った言われさえも伝えてやったぞ。湯に浸かるため身を引いたのだとな。なれど弟子は取った。しばらく後にな。何故です。弓を置くことはわしにとって死と同義。まだ死ぬつもりはない。指南役を捨てたことに後悔は。 そろそろだ。用心しろ。罪なき者をやつらめ。人殺しを三途の川に送ってやるとするか。 勝負しろ。 発射よ。
罪なき者まで殺めて、巴は島民としての誇りまで捨てたのか。同志討ちさせてしまおうとるのだろう。私の古い友も寝返りました。心弱き者ほど権威や富や地位を求め、本意など絶やすいものよ。いずれにしろ二人は執事をうとんじておったのでしょう。お主は優しすぎるな。心情は察しますが、 乱を招く者を許すことはできません。お主も招いておるぞ。敵に飲み。島中にだ。武士は自制を持たねばならん。自制なくばただの人殺しよ。なれど敵を殺さぬ限り戦は終わりません。巴も同じことを言ったな。敵衆。 蛇の住処もあと一つ。来い。 巴はいかにして弟子に。父親の粗末な夢だけ持って道場に現れ、帰ろうとしなくてな。追い返そうとはしたぞ。だが次から次へと的に矢を当てよって、まったく度肝を抜かされたわ。
鍛えていたのでしょう。構えは不格好。あれでは戦に向かぬ。だが矢を外すことをためらわぬ。度胸だけは。天賦の才か。殺しの才だ。気づくのが遅すぎたがな。ふぬけばかりか。石川はいるか。おのれ、何をだ。ああ、ことづてがある。申せ。石川、日吉の民はすべて命を乞うことになる。長尾広則に撃たれた者のこと。黙れ。長尾広則、賊に殺されたはずでは。昔の話だ。優れた弓取りだったと聞きます。弟子だったのですか。いや。すべて巴のデタラメだ。すべてではないでしょう。疑心暗鬼にさせるための策だ。日吉を守れるのはわしら二人しかおらんからな。ならば信じましょう。
村の守りを練らねばならん。手はずが整ったら道場に来い。
一番手は誰だ。こちらの精鋭を出せ。Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des likes, activez la cloche de notification. Ciao tout le monde.